極低気圧、2009年12月20日極低気圧は、両極地方、国前線帯で発生した低気圧のことである。気温が非常に低い寒気段の中で発生し、爆弾低気圧と異なり南東側に暖気流を持たない。寒冷低気圧の小型版との見方もあり、真冬の台風、または真冬の小悪魔と呼ばれることも、決して少なくない。また、 前線を全く持たず、雪雲自体がまとった小さな渦を巻いていることが特徴的で寒冷な極気団が海上を通過する時に発生する。軽圧不安定や条件付け不安定、純圧不安定、大気調積の急激な変動などが発生のメカニズムと考えられている。温帯低気圧などの他の低気圧に比べて規模はかなり小さく、 地上天気図ではごく小さな低気圧としか描かれないことが多いものの、時として大雪、風雪、大雨、風雨、果ては雷をもたらすことも少なくない。主に南極大陸全域と南極海、北極海とその周辺部、および北、大西洋北部、ベーリング海、オホーツク海、のト沖、秋田沖、津軽海峡などで主に冬から春にかけて発生するが、 稀に夏や秋に発生する場合もある。また、極低気圧と似たものにポーラーサイクロンがあるが、こちらは低気圧の直径が 1000km を超える大規模なもので、1年中発生する。ありがとうございます。